ダライラマ7世イケルサンギャツォは、チベット仏教ゲルク派の有力なけ神経府である、ダライラマの七代目として認定された人物である。名は、ケルサンギャムツォ、ケルサン、ギャムツォ、ケルサンギャンツォとも表記される。チベット東部カム地方のリタンに生まれた。ダライラマ6世サンヤンギャツォの死に、私は遠くへは行かない、リタンを回って戻ってくるからというのがあり。 それを根拠に転唱者として認定された。1719年に、新朝より作法を受けた。ダライラマ六世は、僧としての生活になじめず、1702年に、シャミ会の返上を宣言し、時折市外で歌を作って楽しむなどして、チベットの民衆に親しまれた。しかし、オイラとの補守部を率いるラサンハーンは、摂政三ギャツオと対立し、 1705年にラサに進軍すると、2年前に摂政を引退していたサンギエ・ギャツを殺害、ダライラマ6世の宝刀を口実にして、翌1706年、6世を廃位した。同年、6世は、北京へ向かう、五層の都市で死去している。後世のチベット人は、6世が次のような歌を書いて、自身がリタンに転生することを予言したと信じている。 保守都部による愚士藩王朝のラサンハーンは、デシーのサンゲイギャツオと決裂し、デシー及び彼の養育してきた、ダライラマ六世ザニアンギャツオを排除することで、真の関心を買う策に転じていた。ラサンハーンは、代わりの、ダライラマ六世として1705年生まれの、ガワンイエシェイギャムツオを擁立し、聖長も、イエシェイギャムツオに称号と印象を送った。 ラサン・ハーンは、中央チベットの地を抑え、新朝の支持を得たことで、チベット藩の権力を大いに増大させたものの、イエシェイ・ギャムツは、必ずしも、チベット人の支持を得られたわけではなかった。一方、ラサン・ハーンによる一連の強硬な措置は、むしろ極めて強い一族内の反発を招いた。グシハーンの冒険の一族たちは、ジュンガルブと結託して、 ラサン・ハーンと対抗、そして死去していた六世の転生者として、リタン出身の少年がダライラマとして擁立されたので、ある。ケルサン・ギャツオ後のケルサン・ギャツオは、六世の死去から2年後の1708年、スー・ナム・ダルギャオ父に、ロサン・チョツオ母に、リタンで生まれた。ダライラマ三世がリタンの地に建流した、トプテン・ジャンパリン院では、 この子の優れた資質に大変驚いたと伝わっている。リタンのシャーマンも新しく誕生する子は、小ダライラマの転生であるとの託戦を得ていた。やがて、ダライラマ六世三安ギャツの転生者がリタンに生まれたとの噂が広まった。ジュンガルブは死者を送って、新ダライラマ候補を獲得しようとし、ラサンハーンも同族たちが、 この天照霊堂を支持していると聞き及んでこれを出し、できなくなった。そうした動きを避けるように、少年は父に連れられて、デルゲへ行き、1716年、ココノール近くにある、クンブムチャンパーリン寺に移され、そこで育てられた。そのクンブム寺において、ガワンロサン,テンペイギエ義センから、シャミ会を受け、ケルサンギャツオの法名を授けられた。 新朝はこれに先立ち、ケルサンギャツ少年のダライラマ認定を保留にしたまま、1715年に死者を送って訓部ムデラに保護するよう命じていた。新朝は、チベットの混乱を避けるためラサンハーンを支持し、ケルサンギャツ少年を、ハン、ラサンハから引き離して保護下に置いた。そして、ラサンハと、ハン、ラサンハとの間を調停した。しかし、 1717 17年、ハンラ羅山同盟に基づくジュンガルブの軍が、ラサ山ハーンを奇襲。ジュンガルブの長絶ワンラブタンの軍は、ラサを占領した。ジュンガル軍はこの戦いで、偽のダライラマを敗して、正当なダライラマを即位させると宣伝して、ラサに向かったが、この時ラサの人々は自ら城門を開けて、彼らを迎え入れたと言われる。 この戦いで、ラサン・ハーンは戦死し、チベットの人々に不人気であったクグズ・ダライラマ六6世、イエシェー・ギャツオは、敗位された。真の後期帝は、ラサン・ハーンの救援要請を受けて1718年に、援軍を出したが、サルイン川の戦いにおいて、ジュンガル軍によって壊滅的とも言える、大敗北を起死した。ここで、後期帝は素早い変わり身を見せた。 康熙帝は、ケルサンギャゾ少年を正当的なダライラマ6世と認め、新朝の爵位を与え、反ラサン派に対しては、範囲を継承させることなどを条件として、グシハーノ王家の分家の当主たちを懐柔した上で、1719年から1720年にかけて、ジュンガル討伐のための第二次派遣軍を、中央チベットに送ったのである。 新朝から正統的なダライラマとして認められた少年とグシハーン一族の有力者のいずれもが新朝軍の側にあることを知ったジュンガル部は行きそ導した。ラサに孤立したジュンガル軍は結局戦わずして改装し、清はこうしてケルサンギャツオを引き連れてラサを占領した。これが世に優先720年の成長によるチベット平定である。 この後、真のチベット支配が徐々に進んでいった。現在のポタラグエジュンガル撤退後、チベットを占領した、新朝、アオミホ州と、モンゴルの連合軍とチベット在地の貴族は、ケルサン・ギャツオ正式なダライラマとして、擁立、一致協力して、旧秩序の回復に当たった。1720年、12歳となったケルサン・ギャツオは、 ポタラグーで、シンダライラマとして玉座につき、パンチェン五世、ロサンイエシェの下で、改めて受戒し、正式に、ロサン・ケルサン・ギャツォと名を改めた。千七百二十六年、坂田和の吉正月にパンチェン・リンポチェより、愚束会を受けて、正式なビクとなった。ケルサン・ギャツォは、ギュメデラのザス・パンチェン・ロサンイエシと、シャルジのザスンガワン4点の二人に支持して、 主要な仏教哲学の論文を読破し、謙虚を呼び、密教の指導者となった。1720年、チベットを平定した新朝は、チベット東北部アムド地方大海にあった、保守都部にチベット藩の選出を行うよう、要請したが、ジュンガルを裏切って清朝に予動するに至るまでの一連の過程で互いに不和となっていた、保守部の王公は、 ラサンハーンを引き継ぐチベット王を一致して選択できるような状況になく、代々グシハーンの子孫が継承してきたチベット王位は空位の状態が続いた。こうした中、1723年、青オミホ州との最長老であったログサンダンンは、チベット王の座を成長に奪われるのではないかと危惧し、 同族のエルデニエル・ケトクトネーを襲撃して殺害し、新朝皇帝より授与された満州貴族の称号を捨てて、ダライラマ由来の称号を名乗るという事件が起こった。後期帝は摂政を廃止し、4人の大臣の合議制による新たなチベット政府を組織させ、カンチェンネ名をその主犯とした。新政府内でダライラマ7世の父親は有力な人物となったが、 ダライラマ自身には、政治的役割は与えられなかった。1722年の後期停止教を受けて、新朝の定位についた妖精帝は、チベット政策を転換し、速やかに軍をラサから引き上げさせた。1723年の青海の事件を新皇帝は、反乱とみなし、この年から翌1724年にかけて、大見草原に進行。 グシハーン一族を制圧し、1725年から1732年にかけて、アオミ併合をはじめとして、チベット分割を推し進めた。妖成帝が行ったチベット分割は、新国の滅亡、中華民国時代の変動期を経て、現、中共政権まで、ほぼそのまま踏襲されている。ダライラマ7世ケルサンギャツは当時、 愚ー藩と後継者たちには、藩の称号、文系一族には、本体自以下の各種称号及び印象を授与し、さらに愚ー藩一族の族民とされた諸公に対しても、領主権を認め、教団の長に対しても、宗教指導者の地位を認めていた。しかし、要制定はこれらの権限の行使を停止させようと、図った。また、ダライラマは、 中国とチベットの貿易に対し、国境のタルツェンドで、対象から徴税する権能を有していたが、年間400万両の賠償金と引き換えに、この権能も真に引き渡された。にもかかわらず、ダライラマの権威は、チベット全域さらには、チベットを越えて広がるチベット仏教寺院の本山、松寺のネットワークを通じて引き続き発揮された。 ラサ政府の首相となったカンチェンネーは、新朝の命令でニンマ派を弾圧するなどの暴政を行い、他の大臣と対立した。カンチェンネーと同じく新朝寄りの姿勢をとっていた財務長官のポラネーは、ニンマ派弾圧政策には反対したが、この対立の中、内閣を去って、三の自分の領地に戻った。1727年、カンチェンネが、 他の大臣らによって暴殺されると、ポラネーは、サンと、ガリーで兵を集め、1728年に、ラッサに入った。降伏した大臣たちは、ダライラマの要望で一旦除名されたが、追って新軍が到着するとハントとして処刑された。これ以後、新朝は二人の暗ンをラッサに派遣し、ポラネーを主犯として再編されたラッサ政府を監視させた。また、 パンチェンランマを、ダライラマの近郊勢力とスベクツさんの統治者と定めた。ダライラマ七世は、父が、カンチェン永暗殺に関与したという名目で、四川省に編入されていた東チベットのガルタルへ、謹慎の浮き目にあった。七百三十五年に、ラサへ帰還を果たしたが、ポラネー政権の下ではダライラマに、政治的実権が与えられることはなく、ダライラマ7世は、 主として宗教的役割を果たしていた。1751年、再びダライラマの政治的権威が認められ、ダライラマ政権は再考されたが、ここに至ってすでにダライラマの権力は5世の代と比較して、極めて限定的なものとなっていた。以後、八世からの五代のダライラマは政治に直接関与する機会が少なく、再びダライラマが、 本当の意味で、チベットを統治するようになるのは13世の代になってからのことである。ノルブリンカ宮殿の入り口清の歴代皇帝の中でも特に熱心なチベット仏教徒として知られた、建立帝は、中倉大臣殺害事件に関するダライラマ7世の処理を高く評価し、1751年以降、中倉大臣の監視を条件に7世の ダライラマ政権の再発足を公式に認めた。1751年、ダライラマ7世の下で、再び4人の大臣からなる内閣が組織され、ダライラマは、ガンデンポタンを行政府とする、ダライラマ政権の主張となった。1753年、ダライラマ7世は、ポタラ宮殿内に、セ学堂を設立し、合わせて、 ドルブリンカのケルサングを建設した。ダライラマ7世は、巧妙な仏教学者であり、特に密教関係に学識深く、多くの著作を残したことで知られる。詩人としての才能も優れていたが、前代のダライラマ6世とは異なり、精神的なテーマをもっぱらにした。その飾り気のない人柄と戒律を守る精錬な生き方は、当時、 多くのチベット人からの警護を受けた。ありがとうございます。